し、じゃこれで行こう。いけるね、このパターンでいけるね。よーし、見えてきたね、見えてきたね。よし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 。じゃあちょっとなんか昼間の牛乳売ってたんでね、昼間の牛乳でも飲みながらね。よし、じゃあちょっとそのプランで行こうかな。うんうんうん。よし。あ、これはまあまあ決まりだね。これでとりあえず。ルートは決まりだね。料金で来ちゃったか。150円。あ、往復300円。もう全然出せるね。あ、全然この企画においては。あ、全然ありだけど。何？運行休止とかないよね。大丈夫だよね。なんてこと出てないよね。よし、じゃあ、分かればね、そうと分かればね、これで、ね、ちょっとプラン組んでいきましょう。よーし、見えてきた、見えてきた。かなりいいルートが見えてきたぞ。よし。よし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 。じゃあ、マップで、上空の市営駐車場に向けて、1時間50分ナビ開始。高速道路使ってるし、今回は、ね、ナビさんもね、安心してあえね、ああ、大丈夫だ、こいつ、今回はちょっとちゃんと俺の言うルートで行こうとしてるなって、うん。まあ、なして初めてのところですしね。城原駅も、比較的このインターからそんなに離れてないみたいなんで、行けそうです。では、よし。ちょっと鼻だけ噛んで。一応、ナビ案内でも、6時過ぎには着きますからね。このプランだったら。今日到着予定が。うん。6時3分ですからね。全然余裕だ。全然ありだ。よし。行きましょうかね。前モードにして、よいしょ。じゃあ、行きましょうかね。今日は長い距離走るぞ。よし。よし。じゃあ。東海北陸は、走行中だね。143km 道なり。すごい距離言うね。ナビ頼りになった瞬間、143キロこのナビ、やることなくなった。そうそう。結構地形なんで、今言ってましたけど、言うてここから143キロ、高速ぶっ放しですからね。忘れちゃいけない。いろいろ言ってるけど、富山ですからね、今から行こうとしてるのは。飛騨高山よりもさらに奥ですからね。あ、でも高速でね。おかげで糖分補給もできたし、ちょうどいいね、優しい糖分補給ができますからね、いいですね、こういう。芝のものも増えたし、よーし。意外と上りくらいがあるんで、ちょっとさっきがつかみにくいですね、やっぱ、ぐらいの時に。まあ、
ずっと登ってたなと思ったら急にまたフライになったんで、意外とスピードがパッと乗っちゃわないようにだけ気をつけないと。さあ、無常識入りましたね。で、またこう、4つ登ってるな。こんな吹き返しですからね。年末くらい出したこと、こういうことだな。あれか、なるべくトンネル区間を短くするためにトンネル手前はなるべく上げてくるのかもしれないですね。曲がってまだよいしょ。ちなみにこの、トンネルあたりは車線変更 OK なんですよね。どういう基準で作ってるんですかね。長さなのかな、トンネルの。だから前の車が今抜いてこっちに戻ったのは問題ないですし、まあこっち車線は基本こっち対象車両を抜いたら、こちらの走行車線が走るっていうのがセオリーなんで、実は、ワイドクルーザーは、ちゃんと、通速の、どっちかと、ルール通りの、走り方なんですよね。こっちはちょっと登り坂で、馬力も出ないですからね。日が勝ってきましたね。湿度がこんだけありますからね。まあ多分 95% を超えてますもんね、湿度。体感。あれですよね、なんか山あいのところに住んだんだところですかね。こんなところにあんだっていう。そうですね、この間とか、ぐっと上に登ってね、ウェルスポリスダブルスポリスにあるんだってね、いうのが記憶がありますね。なかなかなんかこうですよね。